大きなピエロの男性が、そうです、お父さんと抱っこしてます。小さな風船に空気を入れて器用にひねると、あっという間に剣が完成しました。よし、はい、本物の剣みたい。ありがとう。子供たちをたちまち笑顔にするこのピエロ、一体何者なのか。こんばんは。こんばんは。自宅にお邪魔しました。お願いします。南大隅町出身の吉永勤さん、普段は鹿児島市で害虫駆除の会社を経営しています。長男が5歳の時に歯医者さんが作ってくださったんですよね。3日ぐらいしたらもうこんな感じで、こんなしてワンワン泣きながら持ってきたんで、自分がと思ってこうしたらできちゃったんですよね。それがきっかけです。以来30年、ピエロの時はトムという名前で活動を続ける吉永さん。趣味の域を超えたトムさんのバルーンアートはたちまち評判になり、休日はバルーンアーティストとして県内各地のイベントに呼ばれるようになりました。そんなトムさんがライフワークとして力を注いでいるのが被災地などでのボランティア活動です。しかしボランティア活動に力を入れる理由を尋ねると、トムさんはこう言って笑います。だからなんでボランティアしてるって言われたら分かんないな。実は妻のめぐみさんとも東日本大震災の被災地で出会いました。北海道から行ってて、鹿児島からは物をいっぱい持ってきてくれて、お金もたくさん寄付をされててって、何をするにも一生懸命な人なので、きっと楽しく生きていけるのかなって。やっぱりあった場所が場所なので、真の部分の思いは一緒だろうなっていうふうには思えたので。結婚を決めるまでに2人が会ったのは被災地でわずか3回。北海道出身のめぐみさんは18年経営していたペンションを閉め、鹿児島に嫁いできました。めぐみさんも M という名前で一緒に活動しています。突然ピエロやれ、君はピンクが似合うとか言って、もうやめてくれ。公私ともに良きパートナーです。この日は鹿屋市の職員に誘われて防災フェスタに参加した2人。もともとピエロってそんなに遭遇するものじゃないので、3歳以下はもう泣かれちゃうんですけど、イベント開始と同時にトムさん、M さんの前には長蛇の列ができました。いっぱい来たな。大丈夫か俺たち。何がいい？お花、何色のお花がいい？子供のリクエストを聞き、子供が欲しいものをプレゼントするのがトムさんたちのポリシー。レパートリーは数百種類あるといい、たとえ作るのに時間がかかるものを頼まれても断りません。ありがとうって気をつけていってください。ありがとうございます。一人にピカチュウ作ったらみんなピカチュウになっちゃうんだけど。喜ぶ顔を見ると嬉しくなって、作るのが止まらなくなるという2人。コンビ名は止まらーずにしました。ピカチュウ、ピカチュウ剣作ってもらった、かっこいい。ピカチュウこれもらってどうですか？嬉しい。厳しい状況の被災地をたくさん見てきた2人だからこそ、子どもたちのこの笑顔がたまらなく愛おしく感じるのかもしれません。あ、いつもですね、ありがとうって思ってますね。あげる方が倍、2倍、3倍嬉しいので、もらいに来てくれてありがとうって。格好自体は恥ずかしいんですけど、こうやって子どもたちが喜んでくれるのがもうそれが全てですね。日本全国をこのハイエースで回って風船作ることですかね。たくさんの笑顔を届けたい。2人
人はこれからも風船と子供たちの夢を膨らませ続けます。